ヨーナスレッスルはデンマークコリング出身のプロサッカー選手。デンマーク代表、FC ミッティラン所属。ポジションはゴールキーパー。FC ミッティランのアカデミーで育成され、2010年3月にプロデビュー。2014年6月、EA ギャンガンに移籍。2016年6月、リバプール FC に移籍したロリスカリウスの後釜として、 1>, 1、FSV マインツレーゴが獲得。序盤は、正ゴールキーパーとして、ゴールマウスを守るが、次第に、若手のヤニックフートに押されるようになり、ポジションを奪われた。2017年6月、ハダースフィールドタウン FC に、レンタル移籍。同シーズンは、リーグ戦全試合に出場し、ハダースフィールドの、プレミアリーグ残留に貢献した。 翌シーズンは、ハダースフィールドに完全移籍した。2019年5月24日、エバートン FC と2022年6月までの3年契約が発表された。しかしエバートンでは出番がなく、2020年1月31日に、フルス・ハダースフィールドに期限付き移籍することが発表された。2021年2月1日、FC、ミッティランに復帰。 世代別代表でのキャップは22試合。2015年6月開催の親善試合、モンテネグロ代表戦で A 代表初招集。続けて11月の UEFA ユーロ2016、プレイオフスウェーデン代表戦でも招集された。祖父は、ドイツ人。ありがとうございます。